はい、はい、ね、はい、今回はですね、はい、ライジン40なのかな、大晦日のライジンでですね、はい、出場されるクレベル小池さん、ご存知ですか？僕はご存知ないです。まあ、今ライジンで向かうところ敵なしというような形でですね、すごい強い、フェザー級のチャンピオンなんですけれども、まあライジンの選手とね、はい、ベラトールというね、アメリカの団体、はい、ベラトールとの対抗戦というのが一つね、ライジン40のね、今回の、主題といいましょうか、そういうようなね、まあ、以前でしたら、テレビ中継があったんでね、はいはい、やっぱりこう話題性のあるカードっていうのを、提供されたりしてた部分があって、ここ賛否両論結構あったんですけど、今回ちょっとね、テレビ中継がなく、多分その、そういうね、ネット配信のみで放送中、結構ね、こういうちょっとこう、格闘技好きな人が好むようなカードが多いんですよ。そんな中ね、このクレベル小池さん対ね、ピットブルっていうね、このベラトールのすごい強い選手がいるんですよ。その二人の対戦がありまして、なんていうかな、これね、一つね、ライジンで、ある意味このクレベル小池さんっていうのは敵なし。朝倉未来さんでも勝って、来てます、覚えてます？知ってます。朝倉未来さんがね、三角締めで失神したものがあるように、こう、ライジンのそういうトップ日本人のファイターたち全員にこう勝っていってるわけですよ。言ったらこう、ライジンでは敵なしという状態。そんな中、ベラトールの、チャンピオンなのかな、フットボール選手。彼はね、なんて言うかな、海外の強豪っていう、肩書きのある選手いっぱいいるんですけど、その中でも、言ったら、トップオブトップという感じかな。やっぱり総合格闘技ではこの UFC っていうのがね、非常にこう頂点にある存在の中、前田明さん曰くね、やっぱり UFC のトップ、ランキング、各階級にランキングっていうのがあるんですけど、これの例えばチャンピオンとかランキング5位ぐらいまでの選手っていうのはちょっともうバケモン地味と強さがある、そういった中、このもし、UFC に所属してるわけじゃないんですけれども、そういう頂点である UFC のトップ戦線にも絡めるようなぐらいのこの実力のある選手なんですね、このピットブル選手っていうのは。だから、これある意味こう、ライジンがどんなレベルにあるのかっていうのを測られるわけです。ライジンの舞台で敵なしのクレベル小池さんが、もうこの世界のトップオブトップの人と戦って、もし、あっさり負けてしまうようなことがあったとしたら、これ今ライジンがそういうレベルになるんやっていうのも一つ、ある意味こう開けてはいけないパンドラの箱のような見方もできることがあるんですよ。要するにライジンの舞台で敵なしの人がそういう人と戦って、もしあっさり負けてしまうようなことがあれば、どういう、ある意味このレベルが測られるわけですよね。その格闘技という本筋の部分で、その舞台というレベルというのかな、これ交わらへんと分からへん部分がやっぱあるんでね、練習とかそういう戦前の予想では分からない部分、もしそのトップと人が同士が肌を合わせてっていうような、一つそういうような部分の角度で見れる試合っていうことになってくるわけです。そうやって聞くと見たくなりますね。そうなんですよね。だから朝倉未来さんとかでも、他の、日本人のトップファイターの人たちでも、正直全部一本決められてるわけですよ。そんな選手、敵なしの選手がそういう人と戦って、負けるにしても惜しい試合とかね、前線試合とかまた別ですけれども、例えばボンって言って、一概にそれでは言われへんけど、そういう展開にもしなった時にね、非常に、こう角度っていうのはこう変わってきますよね。その辺のそういうあれなんかみたいなことになるような一つの試合ではないのかなと思うんですよ。このクレベル小池さんのですね、彼はね、今現在、33歳ですね。バックボーンはね、盆栽柔術っていう、柔術の先生。だからこう、寝技とかね、得意なですね。はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。